ロッテは0対0の9回2市満塁から代打、角中の押し出し支給で先制。23イニングぶりの得点を9回は守護神。増田が締めて連敗を5で止めた、1市満塁のピンチを招きながらも無失点の増田は6年連続二重セーブ。前日、杉本にさよなら本塁打を浴びた右腕は、内容はめちゃくちゃ悪かったけど、点を与えず、勝ててよかった、と胸を撫で下ろした。一方、打線は34イニング的地打なし。 吉井監督は、できることは、結果を恐れずにトライすること、みんなでしっかり前向きに挑戦的な態度でやっていきたいと話した。